はい。どうも皆さん、こんにちは。以上、ゆコこです。それでは、今回なんですけども、審査なしで発行可能なおすすめプリペイドカード3つ、主な利用場面、最新情報、お得な発行方法も解説ということで、今回は久しぶりのプリペイドカードに関する情報ですね。まあ、これまで何度かですね、プリペイドカードに関する動画アップしているんですけども、僕の動画の中でも思ったよりですね、みな見てくださっている方が多かったので、まあ、最新情報やお得な発行方法も踏まえて、最後まで楽しんでいただければと思います。 それでは、行ってみましょうということでね、早速もう1枚目から行っていこうと思います。じゃんということで、こちらの au ウォレットカードということなんですけども、またの名を、まあ、今現在は aupay プリペイドカードということですね。まあ、こちらのカードですね、まあ、ちょっと前の動画でもお伝えしたことあるんですけども、非常に便利なカードとなっております。 ちなみに今現在の a u p イプリペイドカードのデザインはこんな感じです。まあシンプルなね、a u p イという風に記載がされておりまして、右下にはマストカードのロゴが入っているということになっております。で、簡単な特徴だけまとめさせていただきました。上から順に見ていこうと思うんですけども、まずこちらのカードなんですけども、年会費であったりとか発行手数料に関しては無料となっております。な,なのでまあ全然発行であったりとか、所持しておくだけでも全然タダなので、発行するだけも全然ありだと思います。 で、次なんですけども、発行には自分銀行の開設が必須ということなんですが、これはですね、au の回線 au ユーザーの方であれば、まあ、特に自分銀行の発行は、まあ、必要ではないんですけども、僕自身は au ユーザーではないので、まずは au の自分銀行を開設をして、その後に aupay プリペイドカードの発行ができるという流れになりますので、今すぐこのカードが発行できるというわけではないので、ここは一つ気をつけていただければと思います。で、次に、このカードを使うことによって貯まるポイントなんですけども、 まこれまでは au のもともとポイントが貯まってたんですけどもま少し前ぐらいからねポンタポイントが貯まるようになりましたで次還元率なんですけども200円で1ポイントずつ貯まるので還元率は0.5%還元ということになります、まあ、プリペイドカードの中でもねだいたい0.5%ぐらいが主流かなという感じですねで次にですねこの au ペプリペイドカードを主にま利用する場面ということでま簡単に3つだけピックアップをしております まず一つ目なんですけども、aupe のキャンペーンにて利用の可能な場合もということなんですが、まあこれですね、どういう時に使うかというところなんですけども、例えば、今現在開催中のキャンペーンであればですね、この aupe 生活応援キャンペーンの一部なんですが、ローソンで aupe で決済したら、まあ4%還元というようなキャンペーンが開催中でございます。 で、その中の、まあ、お支払い方法や条件の中にですね、ここを見ていただいたら分かる通り、aupay のコード支払いのすぐ下にですね、aupay プリペイドカード、まあ、qau オレットプリペイドカード、これもですね、こういったキャンペーンの対象ということになっております。なので、このカード単体でも決済しても aupay のキャンペーンと組み合わせて使うことができるので、例えば、スマートフォンの電源が切れた、 けど、aupay プリペイドカードは持ってるということがあった時は、それで代用して決済すれば、一応それも関しても、まあ4%分の還元受けることができるということになっております。それに加えてですね、aupay のクイックペイプラスを設定していて、それで決済した場合でも還元の対象ということになるので、なのでスマホ決済だけではなくて、このカード単体でもかなり有効活用できるということになります。次、二つ目は、ポンタポイントからチャージが可能ということですね。 まあ結構ですね、aupay のキャンペーンであったりとか、ポイントサイトを使うことによって、貯まるポイント、ポンタポイント貯まると思うんですけども、そういった貯まったポイントをこの aupay プリペイドカードにチャージをして、そこで、まあ今ここにも出てるようなマスターカードが利用できるところ、そういったところでも使うことができるということになります。まあ大体ね、クレジットカードを使う場所といったらビスかマスターっていうのが大体多いので、まあポンタポイントの消化に困ってる場合は、普通にこういった風にチャージをして使うことも一つの方法なのかなと思います。 以上がこの AU ペプリペードカードについてでした。あ、ちなみになんですけど、僕全然引きずってないですからね。まあ気を取り直して2枚目いこうと思うんですけども、じゃんということで、まあ見たことある方もほとんど多いと思います。こちら、キャッシュカードですね。まあかなりね、承知されてる方も多いと思うんですが、まあ簡単にですね、このカードの特徴をまとめさせていただきました。まず、年会費は無料となっておりまして、 で、次こちら、発行手数料が900円ということになっております。まあ、カードの他の種類もあるんですけども、一応このキャッシュカードに関しては、発行手数料はかかります。で、貯まるポイントは、キャッシュのキャッシュポイントというものが貯まります。しかも、まあ、ほんとね、ここもキャッシュの特徴でもある、還元率は驚異の1%ですね。もうこれ、プリペイドカードで1%ってほんとすごいですよね、冷静に考えて。 で、次に、不正保証制度というものがあるんですけども、まあ、詳しくはですね、以前動画でも紹介したことがありますので、こちらの動画をぜひ見ていただければと思います。次にですね、このキャッシュカードに関する主な利用する場面ということなんですけども、まあ、一つですね、まあ、ここがやっぱり大きいかなと思います。他クレカと連携、リンク決済ということなんですけども、これどういったことかと言いますと、まあ、ご存知の方も多いと思うんですが、 まあ、例えばなんですけども、セブンイレブンに行った際にですね、こちらのバナナチップスチョコを見つけたらもうどうしても買いたくなる衝動って皆さんあるとは思うんですけども、まあ、そういった時にですね、例えばクレジットカードの楽天カードで決済した場合、還元率で言うと1%の楽天ポイントがもらえる。こちらも皆さんご存知だと思うんですが、今回このキャッシュカードを使うとどうなるかと言いますと、このいわゆるこのリンク決済をしたらですね、まず決済する前に、キャッシュカード、そして楽天カードを紐付けます。 これはもうビザカードかマスターカードに限るんですけども、連携した状態で、このキャッシュカードを使ってセブンイレブンで決済すると。そうすることによって、楽天カードの1%分の還元を受ける、プラス、このキャッシュカードの1%分の還元を受けることができるということで、下にも出ている通り、なんとポイントの二重取りが可能ということですね。ここはやっぱりキャッシュカードのもうこれまでのね、魅力的なの一つなんじゃないかなと思います。 で、キャッシュカード発行する時の、まあネックな部分というと、やっぱり発行手数料900円なんですけども、それを少しでもね、緩和するために、ポイントサイト経由がやっぱりおすすめかなと僕は思います。まあ、今回おすすめするのはこちら EC ナビというポイントサイトなんですけども、今現在僕が見た限りですね、9月26日18時半ぐらいなんですけども、 iOS もしくは Android で EC ナビ経由でキャッシュをアプリダウンロードして新規会員登録まで完了した場合300円相当のポイントをなんともらうことができます。なのでキャッシュカードの発行手数料が900円かかるので この300円相当のポイントを差し引いた場合ですね、なんと実質600円で作れるということになります。なので、まあ今現在、この3000ポイントと今出てるんですけども、実質300円になるんですが、まあ少しでもね、箱手数料抑えたい場合は、ぜひポイントサイト経由忘れないようにお願いします。 で、最後3枚目なんですけども、こちらですね。D カードプリペイドということで、こちらも僕の中の動画の中でももうどんだけアップしたんかっていうぐらいもうめちゃくちゃね、D カードプリペイドに関してはアップしてきたんですけども、ちょっとそれに加えてですね、プラスアルファの情報もあったので、ぜひ見ていただければと思うんですが、 念のため D カードプリペイドの特徴を4つ挙げております。まず年会費発行手数料はこちら無料となっておりまして、発行に関しては12歳以上から発行が可能ということになります。で、貯まるポイントは D ポイント。これは通常の D ポイントが貯まるということになりますね。で、還元率に関しては200円で1ポイントとなりますので、0.5%還元ということになります。 でですね、ここからなんですけども、主な利用する場面ということで、こちらも3つピックアップをしております。まずここですね、やっぱりローソン割引還元ということですけども、これどういったことかと言いますと、 コンビニのローソンでこの D カードプリペイドで決済した場合なんですが、なんとですね、税抜き価格から3%オフができるんですよね。プリペイドカードでこれができるのはいいですよね。で、それに加えてですね、D カードプリペイドで決済すると、200円、税込み200円ごとに0.5%のポイント還元がこれに加わります。で、さらにですね、ローソンの場合、D カードプリペイドを提示することで、税抜き200円ごとに 0時から15時59分の間であれば1ポイント。もしくは16時から23時59分までの間であれば2ポイント分のポイントもらうことができるので、この3つの特典をですね、この D カードプリペード単体で受けることができます。ここすごい魅力的ですよね。ですけども、まあ以前ね、ちょっと動画のおまけの部分でも取り上げたことがあるんですが、ここですね、ちょっとそのまま読みたいと思います。ローソン、ローソンストア100における3%割引特典終了のお知らせということで、まあこの部分ですよね。 この度2020年11月30日月曜日のご利用分をもちましてローソンローソンストア100における D カードを DCMX カードを D カードプリペイドでお支払い時の3%割引特典を終了させていただきますということになりますのでちょっとここは残念ではあるんですけどももしね D カードプリペイドを 今ご利用されている方はですねとりあえず11月30日月曜日までこの割引を受けることができますのでそこまではうまく使っていただければと思います、まあ、それ以降に関してはねお得な決済方法ですねご自身に合ったものをぜひ使っていただければということですね で次の主な利用する場面なんですけども、D ポイントからのチャージということですね。これは D ポイントの期間用途限定はチャージすることはできないんですけども、通常の D ポイントがもし溜まっている場合ですね、ポイントサイトとか、キャンペーンとかで、まあキャンペーンで通常の D ポイントはあまりもらうことはもうほぼほぼないんですけども、ポイントサイトとかで通常の D ポイント溜まった場合、1ヶ月に1万円までであればチャージすることができますので、まあいわゆる1万ポイントまでチャージすることができますので、まあそういった方法でね、ここにも出ているように、マスターカードをもし利用可能な店舗 があれば決済することもできますのでぜひこういった方法でも使っていただければなと思いますで d カードプリペイドもう一つですねちょっと今現在ちょっとした特典があるんですけどもまあ久しぶりにやってきましたね d カードプリペイド山分けの季節かなということで今現在新規入会 アンドチャージで100万円分山脇キャンペーンというものが開催中でございます入会の対象の期間に関しては9月の1日から今年の2020年11月の30日まで,であとチャージっていうのが必要なんですけどもそれは9月の1日から2020年の12月の15日までとなっております まあ、どんな風に山分けされるかということの特典の流れなんですけども、まずはここですね。まずは入会手続き、簡単ということで2ステップ。D アカウントの ID とパスワードでログインをして、そして申し込み情報の入力をすると。で、カードが届いたら、 チャージ対象期間中に合計1000以上をまずカードにチャージをするとそうすることでプリペイド残高チャージプレゼントということになるので、まあ、発行してとりあえず届いたら1000以上チャージすればその山分けがされるということになりますのでまだちょっと D カードプリペイドを発行するのをどうしようかなというふうな迷ってたらこの期間中であればですね、まあ、どれぐらいもらえるかというのは正直定かではないんですけどもちょっとした今お得な特典というかキャンペーンが開催中ですのでぜひ検討してみるのもいいんじゃないかなと思いますあそんな,こんなで 今回はおすすめのプリペイドカード3つ、まあ主な利用場面であったりとか、最新情報とかお得な発行方法について簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ本当ね、プリペイドカードによっては、まあ今僕がお伝えした以外でも結構お得な使い方とかあったりするとは思うので、そこはね、ちょっとご自身で調べてみてどういった方法があるとか、ぜひ公式ページなどを参考にして見ていただければなと思います。で、先ほどお伝えしたね、キャッシュカード発行する場合の EC ナビのポイントサイトの登録リンクであったりとか、 あと、d カードプリペイドに関するキャンペーンの公式リンク、一応下の概要欄に貼ってますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 今日は久しぶりにちょっとおまけということなんですけどもまあ、せっかくなんでね先ほどの動画でピックアップさせていただいたネタをそのまま引っ張ってきたんですけどもあまりねちょっとピックアップしたことのないネタで更新の際の発 発行手数料、かっこ5年ということで、まあ、僕はね、これまでクレジットカードであったりとか、プリペイドカードとか結構ピックアップすること多いんですけども、例えばその有効期限が切れた場合、この発行手数料って実際にどういったものがかかるのとか、どういったものがかからないのかっていうことで、まあ、サクッとちょっと調べたら、実際にこんな感じでございました。a u p プリペイドカードの場合は、発行手数料、これ5年経っても発行手数料は無料で発行できます。で キャッシュカードに関してはなんとですね、5年経った後に、それ以降また発行する際の手数料としてなんと900円がかかります。で、D カードプリペイドはちょっと僕が調べる限りは、そういったソースがちょっとね、出てなかったので問い合わせようと思ったんですけども、ちょっとサポートセンターが窓口閉まってたので、わかんなかったんですけども、調べる限りはおそらく多分ないのかなと思います。まだね、ちょっと発行して5年も経ってないので、僕が体験したことはないんですけども、やっぱりね、この更新する際のこのキャッシュカードであれば 発行手数料900円って意外とでかいですよね、まあ、その5年間の間にこの900円をペイできるもしくはプラスに持っていけるぐらい利用すればね特に問題はないんですけども、まあ、実際にこれ使う方によってはこの発行手数料分をペイできるかできないかっていうのはねほんとちょっと変わってくるところなのかなと思います、まあ、ぜひねこれを機にご自身が持っているクレジットカードであったりとかねもしくはプリペイドカードはどういった風な発行手数料があるのかっていうのも、まあ、調べてみるのも面白いのかなという風にも思いましたということで ありがとうございました。